はい、皆さんこんばんは、今日は3月3日水曜日の放送となっております。キャスターを務めます宜野村議会議員中間信之です。よろしくお願いします。お隣から自己紹介お願いしたいと思います。はい、豊見城市議会議員の荒垣彩子です。よろしくお願いします。はい、西原町議会議員の宮里博文です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、豊見城市議会議員の徳本嗣人です。よろしくお願いします。はい、今日はですね、僕を入れて4名の方と 市町村議会議員、あの1月にですね、源ちゃんと愛子議員と、3名でさせてもらった時に、はい、今年いろんな県内の市町村議員の皆さんとこういう場でいろいろ話ができたらいいなと思ってたら、愛子議員から早速声かかってもらって、はい、で今日お二方出てもらうということで、はい、なんか聞いたら以前にも桜沖縄に出ていたと、うん、はい、何年くらい前ですかね。2年 ?3 年 ?2 年ぐらい前かな。そうですね、はい、議員だけじゃない議員が入れ替わり立ち替わりといってもこういうメンバーだったんですけど、あの、そうですね、お久しぶりです。そう、愛子議員と徳本議員が同じ豊見城市議で、はい、そうです。で宮里議員が西原町で、はいはい、僕だけがヤンバルギナザということですね。あの今日はゆっくりまた45分間よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。でもこんな感じなんでよろしくお願いしますね。ではですね、まず、桜沖縄的にはですね、先週あの金城照さんの、那覇市の孔子、病訴訟で、これも7年間かかってきたものが最高裁で、全面勝訴、まあ、あの行政があの宗教と関わってはいけないと、まあ、これ愛国議員になっていましたっけ、宗教分離でしたっけ、政教分離だという形のが、まあ、出たということで、まあ、まずあの僕も、まあ、キャスターさせてもらってるんで、金城照さんおめでとうございます。これどうでしたか、あの市議の皆さん、町議の皆さんは。あ、じゃあ僕から、はい、いいですか。いや、あの最高裁があの負担させなさいという判決が出たということで、私が気にしているのは、あれ結構年間の賃料高いじゃないですか、500万ぐらいになりますか、はい、でそれ遡ってやると8年間分ぐらいになりますかね、4、5000万ぐらいのお金だとお聞きしたんですけど、これをその創生会管理している人たちにあの払えって言って、払える能力があるのかがまず一つ、うん、でもともと市も払わす予定がなかったっていう前提で今やり取りしてたと思うので、あの僕が気にしているのは、じゃあこの穴が開いた金額に対してあの補填というか取れなかった場合に何千万というお金をですね、市民の税金であるわけですから、うん、あの市民に負担がいくことになると思うんですね。だからそれをどう那覇市として対応していくのかっていうのが今後気になるところだったなと思ってます、うん、はい。どこも次どうですかね、うん、いや、もう私はもう単純に、これはもちろん那覇市の問題ではあるんですが、最高裁まで行ってあその判決が出たっていうことがもう全てだと思います、はい、やっぱそれなりに時間をかけて、うん、まあ、いろんなことを検証して出した結果だと思いますので、もうそれに従ってやる以外ないんじゃないですかねって、うん、もうそこはまあ宮里議員とも同じ考えなんですが、ですね、はいはい、ご意見番、ご意見番やばい、愛子議員はどうですか。まあまあ今2人が言っているように、まあ那覇市の欠損になるのかで税金で補填していくのかどうなのかっていうところだと思うんですけど、個人的にはあのその契約の最初の段階で、うん、その賃料というかもう無償で貸してるっていうところから、今更久米創生会からお金が取れるのかって、またその那覇市と久米創生会の問題が出てくるのかなと個人的には思っているんですよ。そうですね、はい、でもうちょっと個人的なところから言うと、今ちょっとネット上ではあの久米創生会と那覇市っていうことじゃなくて、うん、久米36世っていう名前がバンバン出ていて、なんか久米36世の問題のように出てますけど、それは、うん、あのちょっと表現が違うのかなと思っていて、久米創生会という団体、社団法人かなの団体と那覇市の問題であって、うん、その久米創生会の中には、まあ、久米36世という中国から帰化したあの民というか、
もう県民になってますけど、うんうん、大勢いるんですよ。で私もそうなんですけど、だからそこに私たちその遅延というか血がつながっているその祖先のことを私たちもまあ大事にするわけですけれども、はい、今の問題が久米三十六世の問題ではなくて、うん、久米創生会団体の問題という認識になってほしいなというのは個人的な思いがあります。この今愛子議員が言った久米創生会に愛子議員も系統でいうと入っていると。久米創生会に入っているというか、まあまあ久米三十六世の中の一つの家系に私も名前がありますので、この4名の中でも一人いるっていうことで、だから結構やっぱり人多いですね。いっぱいいます、沖縄県内ものすごい数の、うん、僕の中で例えば元中山知事もその中の人ですか。そうです、はい、そうです、そうですね、そうです、はいはい。なので、うん、正しく表現していただきたいなっていうのはありますね。別にどっちでもいいじゃんって思う人もいるかもしれないんですけど、うん、血をつないでというか ついでる私たちの思いはそういう闘争というか軽装のところにいないので、はい、感覚的に、はい、ちょっと残念だなとは思いますね、うんうん、個人的には、はいはい、そっか、そういう面もあるわけですね、うん、はい。まあ、これは、まあ、政教分離という形で近所照さんが那覇市に対してちゃんと来引きましょうというふうに僕は取ってるんですけどね、まあ、そういう意味で、まあ、結果出ましたので、まあ、今後は、まあ、注視していきたいなと、うん、まあ、今後の那覇市の対応がですね、そう思っております。でやっぱり僕としては議員なので、皆さん先輩方も含めて各県内市町村いろいろまた選挙とか来年ね地方選挙もありますし、うん、言うと4月ですよ、うるま市長選挙があるんですね。はい、はい、で言うと、まあ、先のこれからのこともそうなんですけど、うん、前の終わった選挙、まあ喫緊で言うと浦添これ市長選挙を多分皆さんも気にしてたと思うし、もしかしたらいろいろとですね各候補応援してたんじゃないかなと思うんですけども、そこにもちょっと僕聞きたいなと思ってるんですけど、うん、いいですかね、うん、はい。まあ、結果松本市長が3期目当選されました。これに対してですね、まず簡単に一言ずつ感想ももらっていろいろ話したいなと思うんですけど、うん、徳本さん、あ、はい、お願いします。率直に私は当然の結果だなと思っています。やっぱり過去の実績だとかですね、当時苦しかった松本さんの1期目があって、まあ、2期目はまあ我々も同じように今回と同じように全力でさせてもらって2期目の当選、そして今回3期目ということで、まあ、やってこられたことと、それからこれを先、まあ、浦添のためにこうやっていきたい、ああやっていきたい、いろんな施策ありますけど、そういうことを実現するっていうことがやっぱり支持をされて、うん、今この当選という結果に結びついたんだと思います。まあ、相手方のことをどうこう言うわけではないですが、まあ、ちょっとこう現実と離れていることをいろいろ言ってたなっていうのはやっぱ、はい、最初心配してたんですけど、まあ、その選挙のやり方はすごくうまかったので相手方がですね、うん、だからこれをどうなるんだろうって言ってたんですが、後半はやっぱりこう同世代の話を聞いても、いやもうやっぱ松本さんの現実味あふれたことにみんな支持してるよと、うん、だからこういうコロナ禍の状況でも投票率が上がったと、でまた得票も、はい、得票も積んでいったっていうことはその結果なんだろうなと、うん、よく頑張っていただいたなと思いました。はい、宮崎、はい、市長選挙の結果といいますか、もちろん僕も2期目も今回の3期目も応援させていただいて、とても応援しがいのある、うん、候補者だなと思っております。で嬉しかったですし、ただ僕の方から別の視点なんですけども、県内のマスコミがとか、いわゆるこの新聞もですね、何かと沖縄県内の首長選挙って、まあ、大きい選挙になるわけじゃないですか、知事選と絡めてくるんですね。そうでしたね、知事何々の試金石とかっていう言い方ってよくあるんですよ、うん、これで自民党がどうだ、オール沖縄がどうだって言うんですけど、僕本当に甚だ失礼な話だなと思うんです、うん、我々は僕も町議員ですけども、首長選挙っていうのは要するに誰かの部下を作る選挙じゃなくて、僕らの町の親分を作って、うん、僕らの町のために保守革新関係なく、まあ、
政策を見定めて選ぶわけですよ。それは知事選の試金石ではなくて、そこがまずスタートラインなのに、うん、何でもかんでも宮古も浦添も今度うるまもじゃあ知事選どうなるみたいな、まず報道、いわゆる知事選が沖縄の全てで、いわゆる基地問題が沖縄の全てかのような報道をされるのが僕はちょっと嫌だなと思いました。各種選挙を知事選と絡める報道は少しは慎んでいただき、自分を応援する勢力が増えるって言い方だったらまだ分かりますよ、うん、これの賛否でどうみたいな言い方はちょっと市民に失礼な気がしました今回も。はい、はい、アクビどうですか。はい私もあの浦添は応援に入りましたけれど、お二人が言うようにあのとてもまあ、1万票ぐらい差がついたのでものすごく頑張って、本人のやっぱり人となりが良かったっていうのもあると思うんですけど、まあ選挙戦自体途中まで厳しいって言いながらも結果的にはすごいいい選挙だったなと思うんですね。ただあの市議会議員選挙と同日っていうこともあって、この市長選挙の難しさって、あの応援する組織の力ってやっぱりまとまってた方がいいけれども、その選対の中にあの市議会議員、その地元の市議会議員がいないじゃないですか、うん、自分の選挙がありますのでね、うん、だから私たち外部からあの応援団として入っていくっていうのもものすごく大事なので、それも意識して私たちはあの応援に入ったんですね。で私はあの自民党女性局、県連の女性局にいますので、女性議員ももちろんあの応援に入りましたし、お二人も青年局ですので、あの遊説も毎日のように入って頑張ってたんですよ。だから結果的にものすごくあの外部の力もかなり入っての応援だったかなって思ってます。であの中で浦添に入って一番感じたのが、あの軍港移設浦添埋め立てを必死になって相手陣営もあの争点にしたいっていうような言い方をしてたんですけど、中見ると全然争点になってないなと。結局玉城デニー知事が誰が市長になっても埋め立てると言っているし、だけれども相手候補はあの玉城デニーに応援されながらも埋め立て反対って言ってるし、もう訳のわからん選挙だったなっていうのがあるので、あの市長選にこの基地問題をあのやっぱり入れるべきではないなっていうのをすごく感じた選挙ですね。首長選挙に関してはそういったものはそういらないと、うん、だから沖縄県内はその基地問題に寄せていこうとする力が強いですけど、うん、町のもう宮里議員が言うように町のトップを決めるのに国のことを論じるのはおかしいかなとは思いますね、はい、まあ、でも喫緊の課題としてあるのはあるけれども、市長選挙は分けて考えて欲しいなっていうのが私の本音ですね、うん、そうですよね。その町、その村、その年の、ね、うん、ことを向こう4年間決めるための選挙ですからね、うん、その目の前の公約でやってもらいたいっていうのが、まあ、有権者としてのまず最初の気持ちかなと思いますけど、うん、はい、ここでですね、ちょっと、まあ、議員長くされてますあの3名の方は、まあ、僕からなったばかり僕は聞きたいんですけれども、国政選挙とか、まあ、ちょっと、まあ、もう浦添の選挙終わってですよ、国政選挙とか、まあ、僕もあの議員になる前から見てきて思ったのはですけど、ある候補者の人たちがですね、県内の時給を1000円に上げるとか1500円に上げるとかあったじゃないですか。この根拠何かなと思うんですよ。例えば、うん、国会議員が決めるわけじゃないですよね、県が決めるわけじゃないですよね、市町村の首長になった人が決めるわけじゃないですよね。民間の経営者の方々がその状況に応じてやると思うんですよ。なんでこの選挙で出すのかなって僕つくづく昔からあの不思議を思ってて、今回私が候補者出てたと思うんですよ、こういう話が。1500円って言ってましたね、ね、うん、そういうのをあの財源があるのかないかじゃないと思うんですよ。このシステムばらまきなのか補助するのかでも違うと思うんですね。そこにちょっとあの逆に僕聞きたいなと思って、まあ、前話聞きながらパッと出てきたんですけれども、ちょっとあの分かる範囲で言えるものがあればと思ってですね、うん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 、まあじゃ あの僕の方からですけども、まあ、最低賃金っていう、まあ、一番このこれだけは
時給換算して払わなきゃいけませんよっていうのはもちろんその政治側で決めていくことにはなるとは思うんですが、まあ、それっていうのはやっぱり県内、まあ、沖縄であれば沖縄県内のこの全体の経済の状況だとか、まあ、企業さんがどういうふうな形で運営をなされているかとか、まあ、財力がこれだけしかないのに今の言う最低賃金を1500円にしますとか言った時にはもうほとんど倒産に追い込まれるんじゃないかっていうような実態を作るとすればそれは間違ってると思いますし、はい、まあ、いきなりこう1500円ってもう、まあ、何円単位で上がっている現実がある中でですよ、はい、いきなり1500円も、はい、今からやったら大体600、700円ぐらい上げるってことになっちゃうんですよね、はい、今780円ぐらいかな、780円ぐらい、結構上がって95円かもしれないです、795円だったかもしれない、うん、結構上がってますから、だからそこから計算したら700円ぐらい上がるってことになると、うん、まあ相当な負担感ですよ、まあ、それに実情に合わせてちょっとやっぱり県民所得をアップさせるっていう意味ではありかもしれないですけど、現実からも離れすぎててこれは無責任な発言だな、うん、政策だなと私は思いますけど、はい、1500円のことだよね。そうです、それはね、そうです、まあ、ちなみに今日本の最低賃金は東京都で一番高い最低賃金制って東京都で多分1013円くらいだったと思うんですね、うん、なんで最低賃金って多分すいませんちょっとこれ今手元に資料がないんですけど、はい、法律で決めてるんですよ最低賃金って、うん、で多分経済統計とか何かで減ったり増えたりって各都道府県単位で調整してるものだと思うので、はい、まあ国政で法案最低賃金を1000円にしましょうとか1500円にしましょうっていうのはできるかもしれませんね。ただそれをして経済が上がるかっていうのは、まあ、韓国の事例を見ても明らかに不可能で、そもそも最低賃金を上げようっていう話ではなくて雇用環境であったりとか、まあ、月給であるいわゆる正社員を増やしていこうとか、うん、それともダブルワークももっとどんどん推奨していきましょうなのか、いろんな施策があるはずなんですね。要は規制緩和の中で個人の所得が増えればいいんだけども、だから僕は不思議なんですよ。いわゆる各県警が最低賃金上げますみたいな言い方するじゃないですか、時給をアップしますみたいな。いやそれよりも月給で働ける仕事を増やすってなぜ言わないのと。なのくせ非正規雇用がこんだけあるって批判するじゃないですか、うん、でもその非正規雇用の中身には学生であったり主婦であったりいわゆるそういうフットワークの彼働き方もしたい人たちもいるわけですよ。だからそういったもろもろを考えずに、だからもう言いたいこと、俺はいいこと言ってるでしょっていうパフォーマンスしか見えないので、僕ははっきり言って全く支持できない政策ですね、うん、最低賃金上げるとかは、はいはい、まあ、今言う話でちょっと手元今を調べてみたら東京都が1013円、沖縄県は792円、沖縄県は昨年10月2日に決まった上げたっていうことを今調べたらありましたので、それまあね、今おっしゃるように本当にこう僕不思議なのが、まあ、僕らが保守系だからっていうこういう方ではないんですけど、いつもこう何て言うんですかね、こう市民の皆さんとか、まあ、県民の皆さんに還元をしようとするときには必ずこう稼ぐ母体を先に考えなきゃいけないはずなんですよ、うんうん、でここで財源を生んで皆さんこういうことを例えばいろんな無償化とかいうことに当てていくはずなんですけど、ここから喋るじゃないですか、はい、もう向こう側の方っていうのは、はい、今もそうですね、最低賃金どうやって上げるかっていうことを言わずして、ここだけ県民の皆さんにもっと給料を上げるような世の中作りますよって、それどうやってやるのっていうことが重要なはずなのに、うん、ここは見せずここだけっていう、このやっぱりそうなるともう甘える世の中にしかならないので、もうどん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 もう財源は食い潰して終わってしまうっていう結果破綻ってことにしかならないとなると、やっぱり任せることはできないですよね、うんうんうん、どうです愛子議員。まあ、私としては沖縄県、ね、日本で一番所得が低いですから、もちろん時給上げてほしいっていうのはもちろんなんですよ、うん、ただ今言ってるように経済的にもだから経済振興観光振興全部その沖縄県が財政的に潤う民間がですよ、うん、そういう基盤を作るのも政治の仕事だと思うので、そこをしっかりやれば時給を上げることはできると思うんですよ。ただそこは例えば革新の人たちはちょっと弱い部分で、保守だったらもしかしたらしっかりとそこら辺経済振興につながる政策を作ることができるんじゃないかなっていうのが
私の気持ちなので、過去に保守系もやっぱり時給を上げるって話はしてるじゃないですか、うんうん、なのでそこは現実的にやれることを公約に上げてたはずなんですけど、うん、勝たなかったら意味ないんで、まあ、確かに、はい、で、まあ、ここちょっと話違うんですけど、あの沖縄県民って所得が日本一低い低いって言いながら、あのこの間ですね、あの財政 の, あの 所得か所得の平均値各市町村の、はい、見たんですよ。そしたらあの明らかに旗から見たら、外部から見たら潤ってる町がすっごい所得が低いところがあって、なんだこれと思ったんですよ。そしたらあの、まあ、これは私の主観なので間違ってるかもしれないんですけど、あの自営業とか農業の方とか結局所得の申告を正しくやってるかなっていうような地域の方の平均所得が低くて、うん、そこって本当に所得日本一低いのかなみたいなちょっと疑問が出るようなランキングがあったので、はい、正直この時給を上げるっていう問題は企業のトップの判断でかなり大きく変わってくると私は個人的に思ってるので、そこを引き上げる力は政治の力でできるんじゃないかなっていうのが私の思い、うん、はい、違う、あのいやとってもいいと思います僕はでもそもそもあの誤解してるというか、最低賃金上げましょうっていうのはあなたの給料上げますよじゃないんですよね、うんうんうん、保証をちゃんとしましょうってことですよね。であの本当に甚だいかんというか僕は思ってるんですけど、まあ、うちも会社やってますし、商工会の青年部の周りの経済とか個人事業主企業やってる方々たくさんも皆さんお知り合いいると思うんですけど、アベノミクスが始まって、住宅需要とか観光需要が増えて沖縄県で仕事バッてたら出た、うん、で都もすごいバブルだなんてなった時に時給バンバン上がってるんですね。普通に今1000円超えたりするじゃないですか、うんうんうん、だから最低賃金上げましょうって議論ではなくて、うんうん、ちゃんと沖縄に人物金が集まって注目が集まって投資するに見合う沖縄県を目指しましょうって言うべきなんです、うん、政治の世界は数字じゃないってことね。そう、需要があれば供給していかないといけないから政治としては需要を高めるためのインフラ土台作りが政治家の仕事であって、その土台の中で経済的に頑張られる民間の方々とかそこで働く労働者の方々がいるわけです。だから活気づけることが僕らの仕事なのに、なんかあなたの給料上げますみたいな偉そうに言うなと思うんですよ。もっと仕事しろって思います、うんうん、まあ政治家としてね、はい、もっと仕事しろと。じゃあそうですよね、あの職種によっても、うん、この時給が違うわけですし、うん、はい、私この勤務形態によってもね、はい、夜勤とか昼勤でも違うわけですから、はい、一律みんな同じじゃないわけで、はい、それを平均的に上げようという話を、うん、そういう宮津議員が言ったようにね、あのインフラからこれ回していくっていう意味だったら分かるんだけど、うんうん、ただ手挙げて最低賃金いくらにしますって言われても、うん、これはちょっとね、うん、僕たち側としてみると、うん、もっと具体的に言いなさいよっていうね、分かりにくいですよね、はい、それだけ、うん、今ねあのこの最低賃金の件でいろいろ宮津議員からあの徳光議員愛国議員からありましたけど、今も一番僕たちがあの関わってきて各自治体でも、うん、まあ、もちろん県もそうですけど国もそうですけど、このコロナ、うん、ね、やっぱりあの賃金上げるのも経済回さないといけない、お金回さないといけないという考えで言うとですね、すみません僕個人としてはですよ、ごめんなさい語弊あるかもしれませんけど、このコロナ、新型コロナと言われてるやつなくならないと思ってるわけ、この全世界に蔓延して、まあ、ワクチンもできてアメリカのファイザー製薬からね日本も入ってきて、もうすでに接種始まってきて、沖縄県でもまあ3月から医療従事者から始まって65歳以上 の高齢者とか順次接種していくとなってますけれども、あのマスクやって手洗いしてる分、まあ従来 このインフルエンザとかが減ったとかいういろいろ情報あると思うんですけれどもね、僕はするとこのインフルエンザ A とか B とかで昔はあの香港型とかいろいろあったりしたけど、毎年あることでしょ、はい、僕そういう感じにこの新型コロナって言われてるものはなっていくんじゃないかなと。なんでかって言ったらなんか変種変異のが出てきたりとか言っていますよね、で国内でも出てきたとかいうのを聞くと、
このコロナと共生共存しながらやっていかないといけない、もう世の中になっていくんだなと、世界になっていくんだなという意味で、お三方がちょっとこの今後の見方、うん、お聞きしたいんですけども、いいですかね。はい、今度愛子議員からお願いします。急に最後と思ってたから、まあまあおっしゃるように、あの私もインフルエンザと同じような扱いになっていくんだろうなと思ってるので、ただ今はあの、まあ、ワクチンはあるけど薬がないじゃないですか。かかった時にインフルエンザはね、あの薬飲んで抑えられるっていうのがあるので、かかることを恐れることはないのがインフルエンザだと思ってるんですけど、コロナの場合はまだあの薬がないので、ワクチンであのかかっても、重症化しないようにっていうその段階なので、まあまあ時間はかかると思うんですけど、おっしゃるようにあの同じようなインフルエンザの対応になってくるのかなと思っています、うん、なのであの今本当にあの経済を止めてしまって苦しい思いしてる人がいっぱいいる中、ウィズコロナでどの段階から何を始めるのかっていうのはね、明確に言えない状況ではありますけど、やっぱりそこら辺はあの冷静にあの対応していくしかないのかなと思ってて、で私の兄は医療関係に勤めてるので、あの院内もちゃんと感染防止でやられていますので、うん、病院に行くことを怖がらないのも大事かなとか、だからコロナ以外の病気の人たちが今困ってる状況だと思うんですよ。だから あまりにも新型コロナに集中しすぎて、別な病気であの病院に通うことすら、はい、あの、はい、敬遠というかもう行かない方がいいよとか、で私たち議員もそうなんですけど、あの会議とか集会とかそういう集まりがなくなってしまって、うん、減っているっていうことを考えると、市民の声を直接聞く場面がだんだん減ってしまったと、この1年っていうのもありますので、あの冷静に感染防止しながら普段の生活をもう1日も早く戻していけたらなっていうのはありますね、はい、それで経済もちゃんと動くように、であの今就職の募集があの結構回ってるんですけど、あの偏ってるんですってね、あの就職の職種。例えばどういうものにですか。結局医療関係はいっぱい欲しいけど来ない、うん、やっぱり敬遠されるとかっていうところもありますし、うん、でもちろんあの飲食は今動ける状態じゃないお店が多いので、もちろん採用もないけれども、うん、あの例えば流通業界はいっぱい採用したいとか、でスーパーとかも人手が欲しいとかいろいろあるんですけど、うん、でネット環境であのオンラインで何かやるような会社も人手が欲しいとか、だから今まで普通に多くあった職種にはなかなか採用がなくて偏っててとか、なんか私も細かいところちょっと覚えてないんですけど、早くそれが公平にというか平等にあの動けるような時期が早く来ればいいなっていうことですね、まあ、これが政治というよりもやっぱりコロナの影響なので、はい、なかなか難しいかなとは思うんですけど、あまりまとまってないんですけど、どうぞ。次はじゃあ宮崎。はい、そうですね、もうウィズコロナになっていくと思いますし、あの指定感染症もインフルエンザのようにしていくんだろうな、もう指定を下げていくことに最終的にはなると思うんですけど、うん、いや今回ですね、やっぱ手指消毒とかうがい手洗いって言われていることがより徹底されたことは、まあ、人類にとってプラスというか、まあ、普通に、まあ、県民にとっても、まあ、人間にとってプラスだったのかなと思います。先ほど中村さんがおっしゃっているように、あのインフルエンザの感染が下がっているというのはその結果の表れかなと思います、うん、ただ一点ですね、マスクなんですけど、僕ももちろん皆さんも毎日マスクをつけて、それでやっぱ感染しないみたいなのはあると思うんです、効果もちろんあると思うんですけど、僕はなんか、ま、夏とか厳しいじゃないですか、もっと快適なマスクが欲しいなとか、でも皆さん企業も努力されていろんなマスク開発されてますけど、マスクつけるのが当たり前の社会になるのはどうなんだろうって思ってて、そこだけとっても気にしています。まあ、女性であったらまあ肌荒れとかしますし、まあ、男性もそうなんですけど、多分子どもたちにとっても表情が読み取れないとか
例えば顔が見えないとか大人でもそうですけど、なんかあの誤解を招くこともあるんじゃないのかなとか思うとですね、あと本当に不快な時だってもちろんあるじゃないですか。だからこのマスクが当たり前っていう、要は何ですかの、ワイシャツ着るのことのようになるのかどうかだけ気になってます僕は。はいはい、そういう社会はよく望みたくないですね。あの宮里議員に言うと、実際あのこれでやっぱりストレス溜まるんでしょうね、うん、いきなり殴られたりとか、うん、まあ、対策してないからとか、はい、うん、電車の中とかありますよね。でなるほど、両方やってるんですけど、全く見ず知らずの人に暴力振ったりとか、あるいはちょっとあのレイプとか、うん、なんでそうでしょ、経済回ってるわけじゃないから、そういう場所も閉まってるわけだし、そういうのも聞いてます。そういうのあるので、まあ、本当にあの宮津議員が言うようにね、マスクするのが当たり前じゃなくて、マスクが取れるような世の中に戻れるようにな、各の分野の皆さんが頑張ってもらってほしいですね。とこの時どうですか。あ、いや、まあ、もうおっしゃる通りで、やっぱりこうコロナ、新型コロナウイルスっていうものの正体をちゃんとしっかり、まあ、医学的にも調べた上で出たら、インフルエンザとか他の感染症のように対策をできる状態になりました、だから皆さん普通の生活に戻りましょうみたいなことになっていくって、多分みんな国民はそう思ってるので、うん、その日が一日でも早く来ればいいなと思ってます。で、まあ、もちろんマスクとかそういう感染症対策をすればよりあの身を守れるみたいなことが分かれる、まあ、高齢者の方々は、まあ、より以前よりもマスク の, あの効果っていうことを、まあ、日常的な習慣でやればいいなっていう、まあ、それはお互い、まあ、皆さんが選べばいいなっていう日が来ることを待ってますし、で一方ではこの新型コロナウイルスがあったことによって、あの進んだ業種だとか、例えば我々教育で言えばあのギガスクール構想、もともと日本ではあったんですけど、まあ、それをもう急激に進んだじゃないですか、はい、で今年度一気に予算を国が補正で出して、で各市町村進んだと思うんですよ、うん、でうちの豊見城でも、もう中学生にはあと4、5、6年生には全て端末パソコンがですね、あの配布を済んでおります。あとはこれをどう使ってこの子たちがより高度な人材になっていくかってことが重要だと思うので、そういうこう、まあ、一方では隠れたプラスの面もあるかなって、まあ、コロナウイルスがいいってわけではないですが、そういうあのいろんな要素が集まって、まあ、よりベストな結果になればいいなと思ってます。はい、ありがとうございます。あの実はですね、去年8月僕の住む宜野座村クラスター出たんですよ、8月にですね、地元の保育所と地元にあるあの医療法人病院がなんですね、47名ほど出ました。ただ宜野座村村長がですね、北部 の, あの市町村会会長をやってまして、県とあの北部基幹病院というのをやりたいということ で、ね、結構いろいろ調整してたんですね。その中心になってくれた北部医師会が、まあ、あのそういう絡みで連携してたのですから、いち早く対応してくれて、うん、PCR 検査からこの施設内の消毒やってくれたんです。うん、で、まあ、本当に1ヶ月ぐらいで収まりました。うん、まあ、9月中旬まで行きましたけど、それも下火になりまして、で僕子供がいるんですけど、その役やってました。チームの父母会に複数名出ました。それでも子供たちかからなかった。あ、変な言い方ですよ、すいません、本当僕は議員でこういうこと言っちゃいけないのかもしれないけど、集団免疫できてるんじゃないかと思うぐらい子供たちは元気でした。はい、8月ですよ、暑い中マスクしては野球練習できませんから、取りますよね、でも手洗い練習前後ちゃんとやって、しっかり子供たちもやってくれました。それで子供たちはゼロです。でそういうのもあってですね、正しく恐れて正しくあの、うん、予防する、うん、って思っています、うん、でだからさっきね、宮崎議員が言ったように、あ、宮崎議員が言ったように、ごめんなさい、マスクが取れる社会に早くね、うん、なってもらいたいですよね。はい、うん、そうですね、そうですね。これマスクの話で、あの外のウォーキングしてる人もマスクしてるじゃないですか、はい、ソーシャルディスタンスって何メートルって言ってる割に、うん、誰もいなくてもマスクしてるんですよ今みんな。そう、不思議というか、そうじゃないとおかしいいいですか、それ。そこって僕はすごくいつも思ってるんですけど、
人に見られるが一番気にしてます、うん、だから あいつマスクやってないのって言われたくないんでやってます、うんうん、そこなんですよ、はい、そうなってるそうですよね、だってだしなんか特に会合とかなると失礼に当たるっていうも一部になってる気がします、うん、はまあ会食しててももう食べながら飲みながらでまたマスクしていただけるこう喋るときはマスクだよね、はい、同じ会場にいれば、うん、じゃあ僕もそうしなきゃいけないんだろうなっていうことにやっぱなりますし、うん、そこが一番、はい、もちろん大事なことだと思うんですけどね、うん、感染症対策としては思います。 いつも私、まあ、個人的な話ですけど、うん、いつも私議場で一人で怒ってるんですよ。なんでですか？どうしたんですか？どうしたんですか？このパネルあるじゃないですか。あ、これはい。これですね。次の時にいつも聞いてると思うんだけど、あの議場の登壇する時って目の前に誰もいないんですよ。うん、あの席の前に。そうですね。演壇の前に。演壇の前に誰もいないんですけど、はい、前にパネルがあるんですよ。このパネルは誰のためのパネルなんだろうっていつも私なんでここにパネルがあるのって。私マスクしてるんですよ。でちょっと前はマスクもしてフェイスシールドもやってパネルもあったんですよ。 でも誰も前にいないんですよ。そうそう、これ誰のためにやってるのってずっと事務局に注意というか疑問投げかけたんですけど、いや動き押さえてくださいとか言われて黙ってましたけど、今はフェイスシールドとでマスクだけになってパネルがあるんです。ああだけどパネルがあることでこの演台が狭いんですよね。はいはい、まあ、置かなきゃいけない面積が必要ですからね。そうだからこのパネルは何のためにあるのかが、ソーシャルディスタンスはもうむちゃくちゃ守られてるのに、うん、なんでこのパネルが必要なんだって一人でいつも怒ってるんですけど、まあ、すいません愚痴ですね。いやいやこれでも僕もなんとなく感じますよ。僕たち宜野座です、ね、議会は先月から入れましたやっとパネルは。それまではマスクとフェイスシールドやったんですけどね。あ、フェイスシールドってやるんですね。で換気もまずやって、うん、まあまあ、議場も解除して、はい、あの小原扇風機で換気もしながらやったんですけど、うん、今回やっとって言い方欲しいなパネルもついて、うん、マスクもする、うん、なんでかなみたいな。マスクはしない。いやマスクしてじゃあこれあるからこれ取っていいよねって言ったら、まあ、これ任せますなんですよ。あ、うちもそうですよね、うん、なんかマスクは絶対なんですけど、うん、フェイスシールドもやりましょうで6月9月かな、うん、9月はやったんですけど、結局もう音もマイクに拾いにくい、にくい、結果何なんですかってことになって、まあ、もう我々も経験あるんですけど苦しいんですよ。 なぜか なんか圧迫感があって、ね、だから12月議会からはもうどれか一つに、まあ、議員の皆さんでセレクトしてくださいってことになって、今もうね2つやらなくていいですよってなってます。これちなみにあの皆さんどう思うんですか。ほらもうワクチン接種始まってますよね、はい、ワクチン接種したら例えばほら旅行行くときもこのカードっていうのが出てきたら大丈夫みたいになってるじゃないですか、うんうんうん、そういうのも例えば提示しとけば前もってマスク取ってもいいのかなとかあるんですかね、うんうん、そうではない。でもワクチン接種したからといってかからないわけじゃないでしょ。もちろんそうですよ。移さないわけでもないから、うん、そしたら、うん、変な言い方ですけどインフルエンザの時ってワクチン接種したからといってマスクしませんよね、うんうん、早くその日が来ればいいという、うん、あ多分なので5類に落ちたら大丈夫なんだと思います、うんうんうん、ワクチン接種ありあやこぎが言ったら薬とか、うん、そういうとかできればってことかな。あのこの間うちの代議士にもあの4区の西部先生に話したんですけど、このなんで5類に落ちないんだろうって議論どうなってるんですかっていうことで、うん、まあ一応まあ詳しく調べて返答しますではあったんですけど、うん、なんでだやっぱあれですかね先生なんで笑ってくださいこれ、ね、治療薬じゃないですかがないから落とせない7日、はい、まあ、また実態がまだ解明できてないって部分だとは思いますし、うん、なんか世界も見てるんじゃないですかね政府としては、うん、落とせない理由とかっていうのはです、ね、日本だけの問題じゃないっていうこともあると思います。要するにこの世の中を止めてしまうその時短営業とか緊急事態宣言を出してしまうところっていうのは一番に優先されるのはあるんですよ。医療現場の逼迫がもう目の前に来てるんだと。だから通常であれば救える命が他の方々はもう救えなくなるんで、手術とかも人手が取られたりとかいろんな問題があって、だからこの感染している人数を落とさないと、まあ、重症患者とかも落ちていかないんで、うん、
それをやるために緊急事態宣言を出した。だから医療現場のことが一番ですよね、はい、なのでそのこの2類だから、うん、こんだけ手厚くやらないといけないそうくなってるから医療現場がやばいんですよね。だから5に落ちてさえくれれば、まあ、インフルエンザと同等ってなってくれば、うん、まあ、今のマスクの問題もどん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 柔らかくなっていくのかなとか思うんですけど、早くそうそう、ここで、うん、例えばまあ、普通の国民みんなの認識として知っておかないといけないのは、同じ風邪でも2類と5類に下がることによって社会の対応は全く変わるっていうことなんですよね。なんで前あんなやってたのにって状況が起きるので、それっていうのは法律とか指定に準じて社会は動いてるっていうことを多分勉強になる機会なのかなと思います、うん、とっても実は危ないからこうやってるではなくて、危ないからこのぐらいのランクにして法とかに要項にのっとって政治は動いている、行政は動いているっていうのが、うん、こういうのまた伝わればいいのかなと思います。やっぱりこう決めるルール、それは政治だから大事ですね、うんうん、はい、ね、宮里先生、それは大事です、ね、どうしたんですか、徳本先生話しづらくなってきましたね。はい、まあ、もうそろそろ時間が来てしまったんですけれども、はい、今言うとですね、まあ、いろいろ選挙からね、賃金の話から、まあ、コロナの話しましたけど、うん、僕たち、まあ、議員としては、うん、理想じゃなくてああだこうだこうなりたいねじゃなくて、現実的に対応しながら、やっぱり市民の声、県民の声、うん、有権者の声を聞きながら、それを行政に反映するという意味では、僕国会議員よりも県議会議員よりも地方議員の方が大事だと思ってるんですよ。うん、でそういうね、僕はまあ、今回愛子議員とね紹介で宮里さん、宮里議員、徳本議員と話できてとっても良かったので、また今後もですね、お時間あるときに、ここでですね、こうやってまたいろいろお話聞けたらと思っていますので、今日はありがとうございました。最後一言どうぞお願いします。はい、じゃあ僕からでいいですか。まあ、だいぶ久しぶりでのご出演をさせていただいたんですが、やっぱりこうやって、フラットにというかもう自由に議論できていくっていうのは非常に僕ますますの勉強になりますので、いいなと思いましたので、また今後ともよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ次僕ですね。そうです、久しぶりにチャンネル桜出させていただいて、まあ、出てない期間もこの番組は見ていろいろ刺激を受けたりであったりとか、そうですね、やっぱ取り上げる問題がコアな問題であったりとか、取り上げ方が深く追求していくというか深く調べていくっていう番組構成はとても勉強になるなっていう思いがします。また今後とも機会があればよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、愛子議員お願いします。はい、まあ、冒頭にも言ったんですけど、2年前ぐらい一緒にこの番組出させていただいて、あの時のタイトルが本音テレビだったかな、でも、うん、ほぼほぼ本音で喋れなかったんですよそれで最終回ぐらいでやっと本音が出たみたいなのがあったので、うん、今回仲間議員からぜひ誘ってって言われた時に、はい、本音で喋れるような番組が今後増えていけばいいのかなと思ってるんですよ。で今ちょっと議会のこと出ましたけど、各市町村議会の様子とかを、うん、情報発信できればもっと分かりやすい、議員の活動が分かりやすくなるのかなと思ってるので、はいはい、なんかちょっと敷居が高いように思われがちですけど、やっぱり、うん、ね、住民と近い私たちの立場で政治をしているっていうのがね、分かればいいのかなと思う。そうですね。今後とも頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。はい、今日もですね、本当に皆さん有意義な時間ありがとうございました。またね、愛子議員とまた今後また声かけしながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、今日はどうも皆さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。